かなかなおらんの。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。ごめん、目、目、あ、目ったら開けない。ベルーガ目開けて、目開けて動いてる。イルカ目つぶっとるで、ほとんど。ベルーガの体には熱い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別に白いイルカともいわれ、体の色が白いのが特徴です。ご案内申し上げます。北関東南側の名月通路からこれをもちまして、なお、名古屋港水族館は5時に閉館いたします。徐々に白くなり、繰り返しご案内申し上げます。北館と南館の連絡通路はこれをもちまして閉館いたします。なお、名古屋港水族館は5時に閉館いたします。引き続きご案内申し上げます。年間旅行のお申し込みのお客様、用意が整っておりますので、ベルーガのフィギュア、この2000いくらで、うん、イルカでも1000いくらするよ、バンドイルカの。安いのは800いくらで売ってる。880円か、980円か。そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名、白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。ジャティ、ちょっと2階のほう、あのちょっと置いてあるの、ここに生まれたばかりのベルーガが恋と言い直しています。6時までやってるね。うん、隣の建物、成長に従って徐々に白くなり、うん、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生の魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。すごいな、分かったから。当館ではみんなあちこちから来るんですね、ここ。イカナゴ、やっぱ海外からも来るし、キュウリウゴなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。すごいな、今日帰ってくるんだよね。あ、もう待ってると思わないと思う。帰ってくるんだよね、1日で。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。近いわ、ここから5キロかな、3キロ、3キロ、4キロぐらいかな。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5メートル、 1.5トン、メスは4メートル、1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名黒いルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。じゃあかいろんなの、いろんなのベルーガも、ベルーガもなんかベルーガも扱っとるんだけど、こっちの、こっちで水族館で置いとる。10年以上かけて真っ白になります。どこで買ってきた、ここにジャティの2階、エビ、下がなんか食べるところで、飲食店で、食べていると言われています。あそこ土日祝日しかやってないんですよ。12時から6時までホッケ、イカナゴ、ほんでもう休みだって16日までやらないですね。
15kg から 20kg の餌を与えています。ベルーがいいな。名古屋港水族館でご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラ動物はベルーガをご覧いただいています。ちょっと写真動画撮っとる。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5m、 1.5トン、メスは4m、1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカなど100種類もの生物
鯨の仲間です。オスは 4.5 メートル 1.5 トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリンゴなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル 1.5 トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリンゴなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。
川野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から20kg の餌を与えています。
ペルー川野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から20kg の餌を与えています。皆様、どうぞご利用ください。
10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15kg から20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5m、 1.5トン、メスは 4m、 1トンにもなります。ベルーガの体には熱い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5m、 1.5トン、メスは 4m、 1トンにもなります。ベルーガの体